ゲイ。インディーセンターパン君で直します。うん、いや、僕です。ね、いや、僕です。そこ張り合わんでいいわ。見た漫画。おやすみぷんぷんだ。なんか、うつ漫画めっちゃ好きみたいなね、話になって。濁りつぶせでね。シェリーフ。おやすみぷんぷん見てますね。なんか、話題になりましたよね、一時期ね、これ。なんか見たことあった。はい、すみません。はい、ライボー。カンペさん、まだ言わないでほしいんですけど。すみません、まだ言わ、はい、まだ言わないでほしいんですけど。停電直したのスナッパイさんですよね。場所は言わないでほしいんですけど。はい、うん、スナッパイさんです。左から2番目。ああ、もう。言っちゃった。もうダメだ。合ってる。まだ、まだダメだって。あ、まだダメだった。ごめん。左から2番目です。左から2番目。分かったのに。はい、もう。左から2番目じゃないですよ、パン君。あ、こいつすろ、こいつすろ。はい、パン君だ。待って、クロムさんも同じこと言ってます。待って、クロからクロムも一緒に持ってってくれるんだ。パン君聞いて、パン君聞いて、左から2番目だよ、本当に。左から2番目と真ん中です。あ、じゃあ、まあ、じゃあ、パン君。パン君おかしいじゃん。おい、最初から入れてたやつ、俺やん、もう。俺が怪しくなる前から。それが欲しいのはコケコッコン。宇宙パトロール警察ルル。宇宙パトロール警察ルル。トリガーで最近なんか作品出してたっけ。アニメ見てえな。うつ漫画読みてぇ。うつ漫画いっちゃいいよな。なんかもう世界にこう引き込まれるのがいいよ。ホラーとかもね、やっぱいいよね。おー、はい、いいボタン押しはるわ。いいボタンだ。停電このターン赤メタが展望で直してます。はい、3番目、左から考えて3番目4番目。絶対嘘じゃんって言ってたけど、なんで絶対嘘なの。えパンクの方じゃない。あー、え、3番目4番目。え、僕の、待ってな、待って、僕何も言ってない。もう喋ってない、喋ってない、ね、そう、誰かが、え、俺が嘘ってこと。センターさんが言ったそれ。バレた。バレた。もうわからんわからん。パンクに濡れるかと思って。おい、ふざけんな、マジで。それだった。まあ、塗っても、間違えてないからな。塗れるかと思って。塗れそこまで一番。えぐっ。しょ。肉、肉、野菜、野菜。下着も見てえな、まだな。なんかクソ忙しい時、本当にさ、やりたいこと死ぬほどあったのにさ、なんか毎日はもうすぐやんなくなって、まあ時間は結構作れるんだけど、まあ、別にやりたいことないんだよな。これ何なのね、受験の時とかもそうだけど、俺終わったらあれやってこれやってやるぞって一個もやんないやつな、なんだろうな。まあ、時間って制限されてる時の方が充実してたりするんじゃないかいな。紫。はい、はい、展望デッキの配線位置で発見です。私が席から向かって、上から咲夜さんが来て同時発見です。はい、そうです、ね、キッチンから上がってくる神宮寺さんがいるので、ですね、僕キッチンいて、多分展望デッキの方に抜けていく赤目さんを見て、咲夜さん通って、で、今リアクターの方に向かって宿舎ぐらいですかね。で、状態です。ごめんなさい、踊ってて分かんなかったんですけど、しうねさんが来る、しうねさんが来る5秒前に、デッドがつきました。そのタイミングを見てました。はい、はいはい。プラスで 何秒ですかと。いや、分からない。パン君が先に見て踊ってたので、パン君が死んだ瞬間見てるか、死んどるぞってアピールなんだろうなと思って、パン君時間数えてんだろうなと思って、私は今、貨物に探しに行こうとしてたところです。いや、2人ともできないんじゃない。はい、パン君できないと思いますね。そっちやネちゃんも無理だと思います。マシアさんもできない。マシアさんも絶対できない。クロムマシアカリ絶対無理。あの、花ザメさんも無理です。12秒前にテントがつきました。多分シウネさんとが来たのが5秒前だったんで。
あ、なるほど。まあまあ時間よりももうできる人できない人で場合分けしてった方がいいから、うん、神宮寺さんは最後どういう宿舎前のドア状況とかを覚えてます？宿舎まで行けてるか行けてないかなんで、ちょっとドア覚えてないですね。ドア開いてたかな。俺の感覚なんだけど、宿舎前にセンターいない？はい、ます。僕宿舎前まで行けてないですよ。エンジンの上に上がったとこなんで。僕がドア状況を覚えてて、スナパイさんはさ金庫宿舎リフトって言ってます。下だけ閉まってました。僕が下開けました。そうそう、うん、で下が開いたのを確認してから入力して上登ってミーティングなんだけど、うん、ただセンターがそこにいるはずだから、うん、神宮寺さん視点でも俺視点でもセンターが無理。さっきでかい情報持っててアドミンをリアクターの瞬間見て武器庫一展望的になったので展望的に行って、うん、キッチンが上がってくる神宮寺さんと下井川上さんが展望的にあったのでほぼほぼ神宮寺さんかなと思ってます。ああ、うんうん、でも10秒前ですよ。てか12秒とかの前って考えてキッチン映ってなかったってことでしょ。すいません、神宮寺さんがやってない人外で、人外で、センターさんとかの可能性もあるので、そこを少しやってみましょう。してる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 。あー。強っ！なんで釣らないの？え？僕に入れた、僕に入れてる1票をふざけてるからね。これは、これは俺、これは俺、これは俺。踊ってたりします。あー、お世話になった。まあ。神宮寺さんじゃない可能性もあるしね、喋らせてあげたいしねっていうやつの方がいいんだよね。神宮寺さんの話聞けなかったからね。遊んでる間死んじゃった。他の人は全員白署名できてるんですかね。できてますよ、さっきので整理できてるから、うん、アドミン情報があるし、リングジさんの発言とかはてか5票教えてもらっていいですか、うん、てかごめんなさい、入れなかった6票かパンクに入れたの。パンクの1票俺間違えてスキップしちゃったよ。クロム、あ、周年もスキップしてます。神宮寺さんなのか、それかそのさっきのかばってるセンターさんやってるパターンあるのかっていう、センターさんのシェリフっていう前にも入れちゃってました。あ、僕も同じく、左って誰直してます、このリアクター。左クロム、オッケー、右センターパン君で直します、うん、いや僕です、ね、いや僕です。そこ張り合わんでいいわ。センターね、もし興味があったらでいいんだけど、しゅうねさんワンチャンよくあるかも。うん、リアクターになってる間アーカイブにずっと立ってたよ。え、違う違う違う。私、え、最後アーカイブに入ったとこですよ。うん、アーカイブの真ん中に立ってたよ。え、でもリアクターに近づくのは危なくないですか。神宮寺さんが多分これキルしたと思うんですけど、まあ疑ってもらったんですけど、ところって最後アーカイブに入って、僕左側のリアクターにいましたよ。いなかったです、ね。神宮寺さん目線どうなりますか、昨日の話は。昨日の話、はい、いや、なんかあるんですかね。おっちゃん、どうした。いや、多分誰かが何か繋がってんだろうなと思って、僕はただキッチン武器庫エンジン上がってるだけで、昨夜さんがコクピットでアドビン見たうんぬんって言ってますけど、僕自身は展望的入ってないんで誰かいるんだろうな。すいません、6票が申告が5人しかいないんで、逆にこの前その5人し、あ、センターさんなんだ。はい、ジグリさんなんかあんま喋れてなかったかなと思ったんでスキップ入れました。優しい。そう、まあね、全然喋れてなかったです、うん、これじゃみんなジグリさんで、まあまあ、だからこれもうマットシェリフの可能性もありますよね。センターさんのラインですよ。誰とのラインや、誰とのライン。僕、ジングリアクター直してます。ジグリさんのラインだったらさ、ここ切らないだろ多分。うん、黙ったぞ。論破。俺論破したんだよお前は。僕じゃあもう一回直しますね。一応右今ずっともうずっと連打してました。チクショチクショやってる。チクショリアルキラーの方であってほしいな。あ、じゃあマットは直せるのか。よいしょ、はい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 。なんか塩梅がわからん、わしは。わしゃー、ハモアス塩梅がわからん。
さっきのは釣った方が良かったのかな。よわ。お呼びですか。はい。はい、うん。まあもしこれこのボタンで死んでればシリアルキラー生きてるの分かるなぐらいのタイミングどうしますか。あ、ナイスです。うん、あ、なるほど。はい。マシアカリさんが多分シリアルキラーじゃないです。あ、違う違う違う。マシアカリです。うん。このぐらいでキルできるなっていうタイミングだと思うんで今。ああ、今パンクに重なってキルされなかったんで。あ、そういうことですね。パンクは残し毒だと思われた可能性もありますよ。はい、それはガチである。そうね。え、なんで？え、いや、それはもうお前の全部。でもマシャカリさんはでもパンクに入れてますよ、さっき大事な投票の時に。マシャカリはパンクにずっと入れてる。追放したい人間てか、パンクロムシウニっつってもいいくらいだと思ってますけど。え、僕は、リアクター右直してます。さっきのスキップの話でセンターさんシェリフで、マシャカリさんも入れてないけどパン君の方なんでスキップがやっぱり重要なので、スキップに入れたのってパンシュー黒なんで、かなり人外めてか多分2枚はいると思いますけど。あ、でも、すいません、僕が言うのもあれですけど、セリフ使用めちゃくちゃ遅かったんで、僕が使用する前に多分結構入ってたんで、いや、セリフ使用してなくても、ジングリさんの黒は確定してるんで、マットインポがジングリさんのタン黒なんで、はい、ジングリさんは確定してても黒であることは。僕目線なんか、そのサントスさんが、その、なんだろう、ジングリさんとセンターさんがつながってなければみたいな話をしてたんで、もう1回ぐらい会議挟むのかなと思ってスキップしてました。あ、ちゃんと考えてたんだ、うん、チェリフって僕言ってなかったですし、ね、もう1回入るかなと私も思いました、うん、リングウィッチセンターのラインがあるんだったらって言った後に、うん、覚えておけばいいんじゃないですか。で、私覚えてないですけど、パン君とシューネちゃんとクロムさん、クロムさんです。クロム君か。でね、マシャカリさんはね難しい、パン君に入れてるから、はい、スキップよりはかはなんかいいかな。いやでも このスキップ早いんで、僕パン君とマシャカリさんかなり議論考える気ないと思いますよ。何自分も言うの。お前に俺巻き込むのやめてよ。何自分も言うの。俺は一応考えてる。あと、クロム君はリアクター直してるから、ヨークは否定されてるね。はい、僕もリアクター直してます。いや、直せないです。右リアクター直してる。でもいや、僕は俺に出してるんで。あ、一人増えた、もう一人増えた、ほら。もうなら6、7、1ですよ。やった、先生、こっち釣ろ。先生じゃないです。マシカリさん、マシカリさんマットです。ちゃうよ。黒紫。あれ。溺れそう。ああ、最後のセンター戦だ。ああ。ああ、悲しくなってきた、みんな。黒紫。みんなで今日は泣こう。みんな泣こうな。じゃあ、どうした、何があった、何があった、どうした。マシャカリさんが先輩さんキルしてたんですけど、レポートをちょっとおっしゃいました、セリフですけど。おー、うん、はい、うん、あ、多分それ、え、大丈夫、バグとかじゃない。あー、まあ確かに普通さん、あの目の前でやってるなんて、なんかちょっとインポスターにしてはちょっとアホすぎるなと思うんで、バグかもしれないですね。僕タスク8個終わってるんですけど、他に終わってない人います。終わってる人います。陽光ケアするんだったらタスク8個クルーメイトが終わってるかどうかって大事だ。多分ね、クルーのペース的にはね、10個ぐらい終わるペースじゃないと8終わんないと思います。あの点在してるんで、クルーだったら近くにタスクがね、ショットタスクがたくさんあったら8行くんで、マシカリさんっつったら勝てると思いますよ。ちなみに8です。僕も8で、8です。シュネ6です。あ、結構マシャカリさんの前に多分 8組でステージした方がいいと思いますよ。じゃあ買い殺す、マシャカリさんを。あ、オッケーです。じゃあヨーコ殺しますんで。あ、待って、いや、いいんじゃない、ギャンブルするならこのターンだから、もう少しあの買い殺しするか。あ、じゃあね、ヨーコっぽいやつを教えて、それ殺すから生かしてほしい。どう、サボ直してる人が結局スナップバイさんは死んじゃったからね。ミオさんとミオさんとクロムさんとセンタンさん、サントスさんは初日か。あ、違う、ごめんなさい、
それ全室。いや紫。リアクター僕直す本当に直してて、センターさんと重なってますで。もうそれがわからん、ま、もう。待って最後なんかリアクあのクーツクの音が鳴りました。ヌーンの音が鳴ってます。まあ、もう一回直せばいいんじゃないですか。もう一回直してもろて、うん、いや、これ、いや、ここするかするないからタスク管理をする可能性あるから、まあ、ぶっちゃけ持つって、うん、ハチも待ってないっしょって思って、いや、待ってください。砂上さん、砂上さん、陽子かもよ。今あ、わかりました、殺します。砂上さん、倒しましょう。どっちもいいっすよ、二択で、二択で、どっちもいいっすよ。じゃあ、終わってないの。じゃあ、終わってないの。いやいや、どっちもいいっすよ。砂上さん、みんなでギャンブルしよう。終わってないっしょ。いや違う、クルーありがとうございます。私はこれでえ、キツネ終わってないっしょ。終わんないよ。あ、シュネさんせいだ。全然終わんないよ。あ、チンパン味方かい。ごめんごめんごめん。マジさ、ごめん。マジさ、ごめん。あ、いいよいいよいいよ、一瞬で見つかった。介護ワンちゃん介護してきそうだった。最後本当にマジでアーカイブ入った瞬間だったんですけど、怪しまれちゃったな。全然全く見えなかった。合ってたんだな、あれが。うん、だ表の、うん、表のやつも、うん、そうっすね、合ってる。そう、確かに何も考えてなかったマジャガリさんと俺が人外ですもんね。うるせえよ。失笑すんな。確かに。ポンコツや。いやパンクに入れるっていうのはどっちなのか評価めっちゃ難しかったですね。スキップもあんま入れたいはずだし、どっちだろうって、なんか確かに。でもな、おかげで生きながらえてお見上げできた、ね。うんうん、あでなんでマサカリさん、僕さんともローラーだっただろうか。マサカリさんスピーカーミュートしてる。あら、熱い大ファン中と。いや違う、ごめんなさい、あの宅配便が。ああ宅配便っていうかなんだこれ。この時間黒猫山と崖が宅急便です。今のは宅配便です。あとの宅配なんす、ね。はい。魔女の宅急便は黒猫山とがあのスポンサーだから宅急便で使えるから。ちょっと待ってくださいね。ちょっと。そうなの？そうだよ。バ